プーチンも倒せば平和になるとは限らない。日本も危ない失脚後の最悪シナリオ。日本人の中にはプーチン大統領が失脚すればウクライナ紛争が終結しロシアの民主化が進むことを期待している人が多いように思える。だが必ずしもそうとは限らない。プーチン大統領よりも強権的でかつ中国寄りの指導者が登場する可能性もあるのだ。そうしたポストプーチンの最悪シナリオを根拠と合わせて解説する。立命館大学政策科学部教授植久保雅人。トルコの立ち回りによってスウェーデンの加盟が実現。去る7月中旬、北大西洋条約機構 NATO の首脳会議がリトアニアで開催された。スウェーデンの NATO 加盟が確実になり、今年4月のフィンランド加盟に続いて NATO のさらなる東方拡大が実現した。一方、ウクライナの NATO 加盟に向けた具体的な道筋は示されなかった。また NATO の東京事務所の設置はエマニュエル・マクロン仏大統領の反対で先送りとなった。スウェーデンの NATO 加盟はもともとトルコのレジェップ・タイプ・エルドアン大統領が強硬に反対していた。エルドアン大統領の言い分はトルコからの分離独立を目指すクルド人勢力をスウェーデンが支援しているというものだった。だが首脳会談直前の7月10日、エルドアン大統領はスウェーデンのウルフ・クリステション首相と会談。その場でクリステション首相はクルド人組織を支援しないこと、テロ対策の強化や反テロ法を施行すること、トルコの EU 加盟を積極的に支援することを約束した。その結果、エルドアン大統領はスウェーデンの NATO 加盟を受け入れた。こうしたエルドアン大統領の姿勢からは、トルコが態度を軟化させて NATO を救ったという演出によって存在感を高めたいという思惑が透けて見える。トルコには EU、欧州連合への正式加盟という長年の悲願がある。だがイスラム教国であること、警察、司法制度が未整備であること、強権的な政治と人権抑圧の問題があることなどから加盟は認められてこなかった。また EU 加盟国のキプロスは南北で紛争状態にあるが、このうち北部を支配する未承認国家、北キプロストルコ共和国をトルコだけが承認している。このことも EU 加盟を妨げるハードルになってきた。そうした状況の打開を狙ってエルドアン大統領はしたたかに振る舞ったわけだ。その結果実現したスウェーデンの NATO 加盟はフィンランドの加盟に続いてロシアに衝撃を与えただろう。ウクライナ紛争の開戦前からロシアは極めて不利だった。というのもウクライナ紛争開戦時を振り返るとウラジーミル・プーチンの大統領は NATO に3つの要求を突きつけていた。その内容は以下の通りだ。 NATO がこれ以上拡大しないという法的拘束力のある確約をする。 NATO がロシア国境の近くに攻撃兵器を配備しない。1997年以降に NATO に加盟した国々から NATO の部隊や軍事機構を撤去する。だがウクライナ紛争が長引く中、この3つの要求はまだ1つも実現していない。それどころかフィンランドとスウェーデンの NATO 加盟によってロシアが NATO と接する国境は以前の2倍以上に広がった。ロシア海軍の展開において極めて重要な不凍港があるバルト海に接する国もほぼ全て NATO 加盟国になり、ロシアの海軍は身動きが取りづらくなった。両国の加盟はロシアの安全保障戦略に大打撃を与えたはずだ。とはいえ長期的な視点でのロシア不利の状況は今に始まったことではない。東西冷戦終結後約30年間にわたって NATO、EU の勢力は東方に拡大を続けてきた。その反面、ロシアの勢力圏は東ベルリンからウクライナ、ベラルーシのラインまで大きく後退していた。一連の勢力図を踏まえて、筆者はウクライナ戦争開戦時にロシアはすでに負けていると表現したほどだ。しかし厳しい状況に置かれているのはウクライナも同じだ。冒頭でも述べたが、今回の首脳会議ではウクライナの NATO 加盟について具体的な進展がなかった。それどころか、ジョー・バイデン米大統領はウクライナの NATO 加盟は戦争終結後と明言した。 NATO 首脳会議に合わせて主要7カ国 G7 はウクライナを守るために長期的な支援を行うといった趣旨の共同宣言を発表したが、こうした支援が紛争の抜本的解決に結びつかないのは近年の戦況を見れば明らかだ。NATO はウクライナの領土奪還よりも戦争を延々と継続させることを重視し、中途半端に戦争に関与しているように思える。
本連載で何度も指摘してきたが、米英をはじめとする NATO にとってウクライナ紛争とは、20年以上にわたって強大な権力を保持し、難攻不落の権力者と思われたプーチン大統領を弱体化させ、あわよくば打倒できるかもしれない好機である。紛争が長引けば長引くほどプーチン大統領は追い込まれる。8月20日に反プーチンデモ、毒殺未遂3年でナワリヌイ氏陣営。ロシアで収監中の反体制派指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏の陣営は27日、自国民弾圧とウクライナ侵攻を続けるプーチン大統領への抗議デモを8月20日に全世界で行うよう呼びかけた。2020年にナワリヌイ氏が毒殺未遂に遭ってから丸3年の節目に合わせた。プーチンは殺人者というスローガンを英語と各国言語で動画に収め、 SNS で拡散するよう訴えている。ロシアでは今でも普通に反プーチンデモが行われている。つまりロシアは専制主義国家ではなく民主主義国家であることの証左である。自分に不利な大統領選挙を廃止しようとしている米の国やひまわりの国よりよほど健全な国家であると言えるだろう。ウクライナ軍、ロシア軍のドローン破壊4000機突破。招かれざる客が入り込む余地は全くない。7月も400機以上のロシア軍ドローン破壊。ウクライナ軍によると、2022年2月24日から2023年7月28日までに破壊したドローンは4000機を超えた。ウクライナ軍は公式 SNS で、ロシア軍のドローンはまだウクライナの上空を侵略しようとしていますが、ウクライナの空には招かれざる客が入り込む余地が全くないことにすぐに気づくでしょうとコメントしていた。2022年2月にロシア軍がウクライナに侵攻。ロシア軍によるウクライナへの攻撃やウクライナ軍によるロシア軍侵攻阻止のために攻撃用の軍事ドローンが多く活用されている。また民生用ドローンも監視・偵察のために両軍によって多く使用されている。ウクライナ軍では2022年2月24日にロシア軍に侵攻されてから、殺害したロシア軍の兵士の数、破壊した戦車、戦闘機など兵器の数をほぼ毎日公表している。2023年5月には1ヶ月でドローン600機以上を撃破し、1ヶ月間の撃破数の記録を更新した。2023年6月も400機以上のドローンを撃破。7月に入ってからもロシア軍による攻撃ドローンでの奇襲、監視ドローンでの偵察は続いており、ウクライナ軍が破壊したロシア軍のドローンも400機以上を超えている。2022年2月24日にロシア軍が侵攻してから約7ヶ月後の2022年9月30日までに、ウクライナ軍が破壊したロシア軍のドローンは1000機、その4ヶ月後の2023年2月12日までに2000機を突破していた。そこから約3ヶ月後の2023年5月29日までに3000機を突破していた。今回2ヶ月で1000機のロシア軍のドローンを破壊した。ここ数ヶ月でロシア軍は軍事ドローンで頻繁に攻撃を行っているので、ウクライナ軍も昼夜問わずに破壊している。ロシア軍のドローンやミサイルによる攻撃は、ウクライナの軍事施設だけでなく、国際人道法、戦争法を無視して民間人や民間インフラ、住宅、病院なども標的になっており、一般市民の犠牲者も出ているので、徹底的な迎撃が必要である。ロシア軍はイラン製軍事ドローンシャハド136やロシア製軍事ドローンランセットを使用して、ウクライナの軍事施設や民間インフラを早朝や深夜に攻撃している。そのような軍事ドローンを多い日には1日数十機迎撃して破壊している。ミサイルと軍事ドローンの組み合わせで攻撃されることが多いが、安価な軍事ドローンはミサイルよりも多く使用されている。ウクライナ軍はドローンを撃破すると公式 SNS でよく報告をしている。特にイラン製軍事ドローンシャハドでの奇襲が激しいことから、同機を破壊すると破壊した数も伝えている。またロシア軍の軍事ドローンで破壊された民間施設のビルや建物などの写真や動画も多く公開して、国際人道法、戦争法違反を訴えている。実際にはもっと多くのドローンを破壊しているだろうが、カウントされて公式に公開されているドローンの数は4000機である。ドローンは戦車や大砲のように大型ではない。上空で破壊してもバラバラになってしまって、残骸や破片が見つからずにカウントされないことも多い。